ヤッホー、皆さんこんにちは、ねこまるです。今日ですね、私海に来ております。はい、日中ですね、海で遊んできたんですけれども、まあ、午後からはね、釣りをねしていこうかなというふうに思いまして、これからね釣りに行きたいと考えている所存でございます。そして今回の動画はですね、なんと17ライブさんとのコラボ動画ということで、まあ、YouTube をね見てる皆さんにもライブ配信の楽しさを伝えてくださいっていうことだったので、今日はみんなにライブ配信の楽しさを伝えられたらと思っております。覚悟しといてください。早速釣りに行きましょうか。やば、めっちゃいっぱいチヌいるんだけど。はい、ということで海の方にやってきました。とりあえずさ、ライブするまでにちょっと魚は確保しとこう。はい、超贅沢バージョンです。このぐらい贅沢な方がね、きっと大きい魚が食うから。で、あとは適当に投げて優しく引っ張ってくるだけ。やばい、めっちゃやってる、マジ。来た、ちっちゃい、あのでかい餌に対して、はい、いつものボツボツです。この子ばっか釣れるんだよな。欲張りさんゲット。ちょっとちっちゃいからこの子はバイバイ。せっかくならでっかい魚来てほしいから。ああ、さっきのでかいのの気分で合わせちゃったけど、めっちゃちっこかったわ。うわー、魚飛んできた。めっちゃビクビクしてる。やったね。ほら、うちの手より大きい。やった、釣れた。あそこに行きたい。はい、ということでお家の方に帰ってきました。いやー、今日マジでめっちゃ遊んだわ。早速ね、今日釣ってきた魚を紹介しましょう。はい、こちらが本日の釣果になります。イエーイ。よかった、とりあえずご飯になりそうなサイズが釣れて。ほら、もうね、鱗とね内臓は取ってきました。あともう食べるだけ。今日はね、何して食べるかというと、このちっこい2つは唐揚げで、この大きいのは刺身にしようと思います。今さ、刺身のさ皮引いたんだけどさ、マジででっかい方のさ魚、寄生虫まみれだった。やばい、ちょっとこれはね、さすがにうちもドン引き案件だ。これはね、なかなか結構とんでもないですよ。はい。ちょっとこれはね、さすがのうちもね、ちょっとね厳しいかなということで、今回は諦めましょう。あなた痛いから切除。ほら、このトゲマジで痛いんだよ。見える？ニョキって出てくんの。生姜入れて適当、ニンニクも入れて、こちらも適当。
込んで醤油も入れる。もももも、しとく。この時にね、背びれ取っとかないとマジで手にぶっ刺さるんだよね。超痛いから。はい、ででん、でかい片栗粉1キロ片栗粉しかなかった。これをまぶしていく。おー、めっちゃいい匂い。もういいか、こいつマーラー味にしていくぜ。せーの、じゃあ。うわー、絶対おいしい。すごい。やばいね、めっちゃおいしそう。超いい匂いするニンニクの。これでじっくり焼いていこう。焦げる焦げる。さあ、先にここ行っちゃいますわ。では皆さん、いただきます。揚げたて。うまっ。味付けバッチリすぎて自分天才かなと今思っちゃった。そしてこちら揚げ物といったらやっぱりビールでしょ、ということでビール開けてます。せーのね。あー、いいねー。はい、ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。前髪がひなひなだ。やばーい。染み渡る。今日日中は暑かったからさ、マジでビールが染み渡るわ。どうだろう、唐揚げもう上がったかな。暗闇になるわ。おで、はい、そうかはい、ということで大阪のフライが完成しました。やばい、めっちゃカリカリで超美味しそう。じゃあ早速食べていく。やばい、めっちゃボタボタしてる。やばい、夜になってきちゃった。ということで皆さん、いただきます。うまー、超ふわふわ。手を拭いてビールで流し込みます。うめー、幸せだね。やっぱ魚はね、釣って食べないと。ほら見て、ふわふわ。はい、ということで今日はですね、釣りをしながらライブ配信をやっていったんですけれども、やっぱりさ、釣りとかだとよりライブ配信の良さがわかるよね。動画だとさ、編集したものをさ、こう上げてるわけじゃないか。だからリアルタイムとはまた違った雰囲気にはなるんだけど、ライブ配信はさ、リアルタイムだから、もう釣れない時間だったりさ、ぼやいてる時間だったりさ、全てが見れるわけじゃん。だからさ、魚が釣れた時のこう喜びみんなで一緒になって喜べるっていうのがライブ配信の良さだなって、はい、僕はとっても思いましたね。少しでもみんなにライブ配信の楽しさを伝えられたらいいなと思っております。はい、ということで皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。もしね、17気になったよっていう方いらっしゃいましたら、僕のね、概要欄の方に貼っておくので、ぜひ見てみてください。では最後までありがとうございました。バイ。やばい、夜になっちゃった。